国も天皇陛下には秋ようやく深き10月26日靖国神社に行幸を遊ばされ秋の臨時大祭に合祀されました新祭神2197柱をはじめ五穀の栄魂にご心配あらせられました。この日天皇陛下には恐れ多くも土房助行せしめられ三列新祭神遺族に対して御挙手の礼を賜れば龍眼を奇跡の冠に拝したて祭り遺族一同ありがたさに感激いたしたのであります。天皇陛下にはご心配の御のち龍眼ことのほか御麗しく観光をあらせられました。ついで皇后陛下にも靖国神社に行啓遊ばされ五穀の英霊に親しくご拝あらせられましたが遺族席の前にてはご両者を助行せしめられ御優しきご会釈を賜りかたじけなさに遺族一同感激いたしたのであります。